こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。ドラムのカラオケ出したところですね、やっぱ見本も見せてほしいということでですね、テンポが100から240まで上がっていくのに、まあ、テンポ100とか120ぐらいは、ちょっとこう遅いテンポでやりにくいじゃないですか。なので今日はこういうぐらいのテンポ、テンポ100での、お手本を4つ作ってみたのと、うまくいかない例というのをちょっと挙げてみました。まずはですね、こちらの方ですね、あまりうまくいかない例として、まあ、3連符で叩きまくるってやつですね。こうタカタ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 。で、シンコペーションブックをそのまま使って全部スニアで、こう、アクセントでやってしまう。16分音符で、まあ、叩きまくる。まあ、フュージョン系の人とか結構多いと思うんですけど、でそうすると、まあ、別に全部ハマってないわけじゃないんですけど、どれもそれでやってしまうと、4回来たら絶対にこう、飽きられちゃうかな、みたいな感じですね。で、表の音符を多用する、ドンドンっていうとこから始めたりとかすると、これってなんかジャズっぽく聞こえないんですね。というわけでですね、あまり上手くない例を、このテンポ100のカラオケのやつで、1個目、2個目、3個目、4個目というふうにやってみたので、聞いてみてください。はい、それではですね、どういうふうに考えてこれぐらいのテンポのやつやっていくかというと、1番目はですね、まあ相手のフレーズをドラムセットに置き換えて繰り返す。相手のフレーズって何かっていうと、例えばこのフレーズですね。ドゥベテプテドゥドゥバララっていうのを、タタタトタトトン、タパタトパパンっていうふうに僕は置き換えてみました。そしたら、これを、ここのフレーズが全部一緒だともう一つなので、ここの頭のフレーズを抜かして、で、同じ歌った後、さあ、今度は、歌った後、たと、どん、ど、うん、まあ、上のハイタムの方に向かってみました。で、たたた、ちゃっちゃーし、シンコペーションの連鎖2回使って、頭に向かうっていうのが、これが1個目のフレーズですね。はい、ドラムセットで叩いてみたので、聴いてください。はい、それではですね、2個目、売店でシフトチェンジするってことですね。これはもう前のギターのフレーズ関係なくて、シンコペーションブックの一小節目です。まあ、この、ここはね、タンタンタタン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 なので表だったんです。ちょっとやりにくかったんで裏にしました。なので、タンタツクタタクツタクツツツタツツタタトン。ね。で、タードンっていうフレーズ。こういう、こう僕がタームっていうのに使って、これもタームって言われる。タームとかワードって言われるやつなんですけど、こういう8分の跳ねたやつでやる。演奏もこのシンコペーションのブックは、こう、3連符の真ん中のアクセントっていうのはモダンジャズっていうかコンテンポラリーでしか使わないので、表裏でこうアクセントつけていくと。でもこればっかりだとどうしても飽きちゃうので、こういうワードとかタームを混ぜていく。
で、ここはタタタドっていうのが、このタタタドの売店になるんですけど、タタタド。なので、タカタとタタタとタトッとって僕がやってるワードを売店でやって、ウッタタン、ダン、ドドドドドドドンっていう風にまた戻すと。なので、こうワンツータツータツータタン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 ツータ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 っていうのを行ったり来たりする。これはフィリーがよくやるフレーズですが、テンポ100ぐらいの、ソロで3連系とか跳ねた8分ばっかりだと、どうしてもこうずっと単調になってしまうので、スピード感を出すためにこうシフトチェンジをしますっていうのをやってみましたので、ドラムセットで聞いてみてください。はい、3番ですね。ノーアクセントをダブルにしてシフトチェンジ。これどういうことかっていうと、シンコペーションブックを、こう、こんな感じで、間にこのダブルを入れ込むんですね。アクセント以外のところを全部ダブルにしちゃう。で、全部じゃなくて、タンタンタタンタンタッタッタタン。こういう感じにするということですね。テンポが100ぐらいだとちょっと遅いんで、100とか120ぐらいのテンポだと3連だけだとしんどいじゃないですか。で、売店に行くと行き過ぎちゃう感じ。これってフィールは同じまま。このアクセントのフィールは一緒のままじゃないですか。なので同じフィールのまま倍の速度に聞こえるってやつですね。で、タームを使って、またこう、せーの。タンタンタタンタン、ここで間を埋めて、この感じですね。これをドラムセットで叩いてみたので、ちょっと弾いてみてください。最後ですね、最後、売店は3ストロークも使えるということですね。ここの部分ですね、3ストロークっていうのは、右右左とか、右左。このテンポの売店だと3ストロークがちょうど合うの。なの。もちろん、オルタネートって交互でやっても、ってやっても構わないんですが、フィール的には売店に行くと、こんな感じで3ストロークっていうリズムが合います。なので、タート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 、ウッタタチャチャ、タトンタトン。こんな感じで、売店に切り替えて、しかも売店は3ストロークの3連を入れて、倍の3連を入れてみると、急にスピードが上がった感じ、で、ゆったりな感じっていうのが出てくるっていう感じですね。これも聞いてみましょう。はい。というわけでいかがだったでしょうか。なんかこう、どうしても単調になりがちなんですね。このゆっくりしたテンポのドラムソロっていうのは。3連符ばっかりだとどうしてもこう、単調になっちゃうので、この売店、こういう売店を入れましょうねっていうところらへんですね。こういったところをやってみましょうっていう形ですね。シンコペーションブックをそのまま使ってしまうとずっと単調なので、ここまではシンコペーションブック、ここからタームを使う、ワードを使う、売店に行くみたいなシフトチェンジをしていくといいかなと。16分符っていうのはいわゆる売店なんですけど、まあ、跳ねた16分符で叩いていただきたいと思います。で、あとは表の音を多用というかは、基本必ずバスドラムがですね、表に行ってしまうと、ドラムソロって、
これリズムに聞こえるんですね、バソロが持てて。なのでこの方がメロディーに聞こえやすいんですよ。なのでドラムソロ、ジャズのドラムソロっていうのは、メロディーをドラムが叩くって形なんですね。で、ルックでのドラムソロってこれで合ってるんですよ。なんでかっていうとリズムの変形で聞かせたいわけですよ。なのでその場合分けですね。だからジャズでもリズムの変形で聞かせたいソロっていうのもあるので、その時は別にバスソロが表行っても構わないんですが、いわゆるジャズのドラムソロのフォーバースっていうのはメロディーとメロディーの掛け合いなので、リズムパターンでいくとちょっと特殊な奏法になってしまうんですね。だからメロディーから来たらやっぱメロディーで受け答えたい。そうなるとバスドラムが裏拍に入った方がいいんですよ。それを表で結構ロックの人って、こうロック出身の人はどうしても表で低い音、フロアとかバスドラを表に叩いちゃうんですね。全部逆にするとジャズっぽくなりますという感じで、解説してみました。またテンポごとに、時間を見てやっていきたいと思いますので、次120、140、まあ120、140だとまあちょっとネタ変えてやっていきながら、まあだんだん160、180になってくるとスピードアップするんで、アップテンポの時にはこういうフレーズが合うよみたいなのをやっていきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。